今日は、まあ、こういう集まりにまたちょっと招待されてきたんですけど、あの頼もし子、頼もしの集まりって言われてて、頼もしってなんだってこと思ってるんですけど、調べてみると、その頼もし子っていう地域のみんなでこうお金を出し合って、まあ、協力し合って生きていくみたいなシステムが、まあ、昔の日本であったみたいで、それがこの日系社会では今現在でもね、まだあるそうです。なのでちょっとそれについては説明欄に付属しておきますので、また詳しいこと自分も勉強してまとめておきます。ちょっとまた新たな一つ勉強できた一日になりました。